サーイパーはイランの自動車メーカー。CEO はアマード・ゴルフォー・ボーニー。1966年設立。シトロエンディアーヌのノックダウン生産から始まった。初代ルノー3区、ルノー21、キアプライドのライセンス生産を行った。サーイパープライドはサーイパー141として現在でも生産されている。 サー・イパーはシトル・エン・エグ・ザンティアのライセンス生産も行った。キアリオを韓国から部品を輸入して生産した。2000年にはミニバン701キャラバンを独自設計で生産開始。2003年にはフェイスリフトを行った。2000年にパルス・ホドロの株式の51%を取得した。サー・イパーの株式の48%はイラン政府が保有している。 シトロ NC5 とシトロ NC4 を輸入し、販売している。ルノーロガン・トルノー・タンダー90を子会社のコードロ、工業と共に生産している。サー・イパーは、マレーシアのプロトンとサイパー・プライドを置き換える、新しいコンパクトセダンの共同開発に合意した。特に、ブランド名に記述がない限りは、現地各ブランドである。イラン国内リーグの競合。 サイパ FC を保有する。日本でもプレーしていたピエール・リトバルスキーが監督を務めたこともある。ありがとうございます。